ます。おはようございます。ジャッカルスタッフの小林力也です。フィールドスタッフの渡辺睦美です。アングラーズリクエストというルアーの企画をするにあたって、今回渡辺さんのリクエストルアーをご紹介していきたいと思います。はい、では早速こちらです。これです渡辺さん。はい。どうぞ。パインシュリンプですね。これパインシュリンプ今回、AR 企画としてまた新しくリリースさせていただきます。今回これ渡辺さんからリクエストいただいたパインシュリンプなんですけども、リクエストにあたってなんで欲しかったのかとか、はい、そういう思いってどんなところでしょうか。はい、ですね、まずパインシュリンプなんですけど、冬場とかの低水温期に、実績の高いルアーなんですけど、やっぱりここで、メインベイトとなってるザリガニだったり、テナガエビだったり、カエルだったりとか、あとはブルーギル、なんかを捕食してるバスに、非常に有効になるルアー、なるほど。で 4.5 インチとあとこちら 3.5 インチですね、はい、この2種類今回あの AR 企画でリリースとなるんですけども、はい、主な使い分けとかもあるんですか。サイズ狙いとなると 4.5 インチになるんですけど、大きい分、バイトは減ることも少なくないので、手堅くいくなら 3.5 インチの方が個人的にはおすすめですね。今回あのリリースにあたって、実は形はそのままなんですけども、もともとあったパインシュリンプから、マテリアルをまず変更したいと渡辺さんからご意見いただきまして、はい、今回どのような変更を、以前の、はい、パインシュリンプよりも、塩の量を減らしてもらって、あとは素材もちょっと柔らかく、張り持ちも良くなりますし、各パーツが自発的に揺れて、そうですね、はい、でなおかつ JB-NBC で使えるように認定を取りましたということは、いろんなアングラーさんに使っていただけるようになりましたね、はい、この一見クローワームのような手がついてるじゃないですか、はい、でこのフラスカートがついてることで、やっぱ水流だったりその水押しがまた、あの他のルアーでは出ないような、そうですね、特殊な波動が出るっていうのが、やっぱこの亀山でよく聞く秘訣でもあるんですかね。そうだと思います。パインシュリンプの付け方としては、あらゆるリグに対応してるんですが、狙い方としてはもう幅打ちから、沖の立ち木からバスが狙っているベイトがいそうなところを打っていけば、答えが返ってくる、はい、なるほど。これフリーリグとかで使ってもやっぱこのそれぞれの各手のパーツだったりスカート部分がこう揺らめくような、そうですね、より滑らかなあの動きが出やすくなったと思うんで、はい、ちょっとこれバス食べちゃうんじゃないでしょうか。美味しそうですね、はい、間違いなく釣れると思います。